はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコートボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、お待たせしました、西城秀樹さん。おで今日はね、ちょっと曲を聴いてうんぬんかんぬんというんじゃなくて、はいはい、ちょっとね、これまあ、うちのその動画にコメントもたくさんいただいてたり、ツイッターにもコメントをいただいたり、あっちこっちからね、いただいてるんですけど、方々からね、ありがとうございます。方々から、方々から本当に方々からいただいてるんですけども、ビッグゲームってライブあるじゃないですか。 あります、ね、はい、あれを地上波でやってほしいっていう意見がめちゃくちゃ多いんですよ。おお、なるほど。この意見が一番多くて、ちょっとそれについて考えてみようかと、僕なりの考えをちょっと言っていこうかなと。はい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 。地上波でやってもらうにはどないしたいええねんと、まあ、この前BS ではやりましたよね。 NHK の BS ではやってて、それ僕いただいたね、その DVD の内容がそのまま、ほんとそのままやったんですよ、あれ後半ね、後半まんまやったんですよ。まんま放映されたんですけど、まあそれとエピソードを通って BS ではやってたんですけども、まあ、地上波に出してくれへん。地上波ね、これね、なかなか難しいですよね。地上波ってこの一枠取ってそういうライブを流すっていうのってなかなか今ね、他のアーティストでもないでしょ、まあ、地上波で流すっていうの。確かに民放とか NHK で地上波でドーンって流すの、はいはい、だからでも可能性としては、まあこれでもその事務所云々かんとか、なんかそのなんかいろんな利権が云々かんとなると僕はちょっと分かんないですけども、僕が思う可能性としては多分 NHK かなっていうのは、はい、あ、まあ私もそれはちょっと思ってました、うんうん、地上波で流せるのはそういうそのなんかあんましがらみのない NHK が一番流せるかなと思ったんですけど、だから NHK で、NHK はね、この前キャンディーズはやってたのかな、 あれも BS やったっけ、なんか地上波でやってたような気してんけど やってましたね。キャンディーズやったかな、ちらっと見えたような気がする、うんうん、で NHK が一番まあ近いっちゃ近いんやろうけども、はいはいはい、ただその NHK に ね やるにもこう難しいっていうのがあって、うん、じゃあファンはどうすりゃいいんだろうっていう、まあでもとりあえずね、でもそのファンは騒ぐことですね、これは。まあずっとひたすらに届くまで本当に遅れて申し訳ないんですけども、はい、なんかそのこのチャンネルにもいっぱいそのコメントいただきまして、まあ言うて意外とこの YouTube チャンネルで秀樹さんのことをやるとそれなりの拡散力あるんですよね、うん、まだそのそうですね、なんかいろんな SNS でやってる方とかで、その秀樹さんの秀樹さんファンの方とかブログやったりとかするんですけど、はいはいはい、まあ結構うちその上位なんですよ、言って1万回とか2万回ぐらい、ね、まあまあ行きますよね、再生回数ね、期間明けたらね、はい、なんでやっぱりそれはずっとファンが叫び続けるというか、なんかこう話題にし続けるのが一番っていうのもあるし、で僕はあと一つ思いついたの、はい、でこれ前も多分言ってるんですけど、はい、アメトークがええかなって。はい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 、アメトークのなんちゃらかんちゃら芸人ってあるじゃないですか、はい、なんかもう家電芸人とか、そう家電芸人とか、運動神経悪い芸人とか、ね、そうそう北斗の拳芸人とか、はい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 、王将芸人とかってありますね。あれでね、その秀樹さんをよくその慕ってる芸人の方とかを出してもらって読んでね、最初出てきて語り合うみたいな、ね、語り合うみたいなで、まあ、その当時こうだったよとかいうのをそうですよ、ね、ずっと、まあ、モノマネも入れていいと思います、うん、僕はそこに、うん、買ってやるのが一番いいんじゃないかな。でもなんか最初の入り口としては、まあ、ちょっと若干深夜枠のところからちょっとこうね、そう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 、火をつけて、それがどんどん大きくなっていって、じゃあみんなが見る時間帯に、うん、ただそのアメトークでビッグゲームは流せないと思うので、まあまあそう、ちょこっとシーンぐらいは流せると思うんですよ、うん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 、ただその知ってもらうっていうのはできると思うんですよ、うんうん、ああいうアメトークが一番なんですよ、うん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 、知ってもらう、その知らない世代に知ってもらう、そうですよね、知ってる世代はもういいじゃないですか、うんうん、その知ってるんで、もう映像も見てるしっていうのがあって、その知らない世代にちょっと知ってもらおうかなと思うと、やっぱりそういうアメトークみたいな、ね、なんか気軽な番組が一番いいんじゃないと思った、うんうん、アメトークになんかこういうファンみんなで言ったらなんとかなるんちゃうかな、ならねえかわかんないですけど、アメトークなんか大体あれ番組投稿できるはずですよ、投稿っていうか、あ、なんかこういう風な意見とか送れるはずなんで、ネタはどうですかっていう感じでね、うん、それでねやってたらいけるかもしらんし、うん、まあそうですよね、なんかこう
テレビの出てる誰かに力を借りないとなかなか拡散力、まあ、YouTube、まあ、これでもある程度拡散はするとは思うんですけど、ただ我々はまだそこまでね、ね、200万人登録とかやったら別やけど、うんうん、そんなね、もう超すげえインフルエンサーなわけでもないので、うん、YouTuber が言ったところでっていうのもあるんですよね、うんうんうん、これ実はその100万人登録、200万人登録でもう YouTuber が言ったところでテレビが動かんっていうのは、うん、これはもういくらヒカキンさんが言ってもあかんっていうのはあるんですよ。まあそういうことですよね、言ったらね。テレビってそれぐらいね、難しいんですよね。YouTuber 同士とかやったらね、もう簡単にいくんですよ。まあ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 ね。YouTuber 同士はめちゃくちゃやりやすいですけど、うんうんうん、じゃあそのテレビってすごいハードル高いですよね、地上波は特にね。敷居高いですね、そんな考えたらね。敷居が高いんで、これはでももう言い続けるしかないですよね、うん、もう皆さんで話題にし続けるとか。ね、しかないのかなって僕は思いますけどもね。まあそうですよ、それが一番地道ですけど、うん、意外と近道だったりするっていうこともあるじゃないですか、うん、で、うん、逆に秀樹さんファンが僕らみたいなこういうガチでその秀樹さんファンのチャンネルっていうのを立ち上げてる人っていないのかな。 あんま出てこないんですよ、はあはあ、検索しても。そうなんですね。だからそういうのも誰かが立ち上げればいけるのかもしれないですけどね。というのが何チャンネルか出てきたら、あ、 YouTube 1個だけじゃなくてってことですね。で今やったらそのアルフィーさんって結構いるんですよ。うん、そアルフィーの場合やったら、ファンがやってるチャンネル、はいはいはい、もうガチで本当にその追いかけてそのエピソードを語ったりとかするチャンネルさんとかにはあるんで、比較的その拡散しやすいっていうのがあるんですけども、はいはいはい、我々単体でやるよりもなんかそういうチャンネルがいっぱいあったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね、一人でやるより複数人でやった方がやっぱりそれだけやれることだったりとか影響力というのはね。これね、睡眠の法則なんですよ。あ、睡眠懐かしい懐かしいそうそうそう、細かいチャンネルでもね、合わさると力を増したりするんで。まあそうですよね。だからなんかそういうのもありじゃないですかね、うんうんうん、その今ね、ほんでそのブログとかよりもね、 YouTube の方が広がるの早いんですよ。確かに。でツイッターは流れて見えんくなるんで、うんうん、今その拡散しやすいってね、一番 YouTube なんですよね。まあでも情報量一番詰め込めますもんね、うん、YouTube って、まあ、ブログもできますけど、ブログって結構何年もかけてアクセス稼いでいかんとあかんところがあって、そういうのもあるんで YouTube で結構意外と早いです。その多分秀樹さんネタとかやったら多分本当にガチでエピソードを追っかけてるファンの方とかが、うん、チャンネル立ち上げて秀樹さんのファンチャンネルっていうのを、はいはいはい、ほんまガチなやつ立ち上げたら、うんうんうん、多分早いと思うんですよ、うんうん、多分うちの登録者抜くんちゃうっていうぐらい一瞬で抜くと気しますけどね。もうガチでその知ってることとか全部詰め込んでやっていけばね、いけると思うんですけどね。そういうのがなんか増えていったらいいんじゃないかなっていう、うん、そのまあブログもブログは結構あるみたいなんですけども、その YouTube チャンネルでそういうチャンネルがもっと増えたらって思いますね。そうですよね。それが多分ね、僕は一番はやりやすいかな。多分現実的なのはそっちですわ。まあアメトークにこうやれやれっていうのもいいんですけど、現実的なのは YouTube でそういうファンチャンネルが増えていくっていうのが一番早い。まあそうですね、自ら先に動くのか、それともまあ人様にちょっと力を借りてやるのかっていう違いですよね。そうそうそう、どっちかですよね。そういうのが増えていったらね。そうですよね。地道にやっていってなんかこう大きく規模を大きくしていったら、うんうん、やっぱり見逃さなくなるんで、人ってあの騒いでんなみたいな感じで、ね、それでネットニュースに何回も上がれよ、もうこっちのもんやみたいな感じになるじゃないですか、言ったら。もう当時からね、その秀樹さんずっと追っかけて、ちゃんとそのエピソードも追っかけてる方とかが、チャンネルやってそうやってやっていくと、絶対伸びるかなと思うんですけど、僕らはそれできないんでね、やっぱりその当時から追っかけてるわけじゃないんで、そうですよね。やっぱりその全て勉強してないし、それを今から追っかけるのって結構大変なことやんか、いろんなことやりながらやから難しいっていうのがあるし、それもね、ガチでファンの人がそのまあ3人とか4人とかこう増えていったら結構盛り上がるんじゃないと思いますけどね。確かにそうですよね。いや本当に。でアルフィーはあるんですよ。アルフィーは多いです、まあやっぱりその現行で活動されているバンドっていうのもあるんで、ワンオクもあったかな。
ワンオクはいっぱいあります、ね、ワンオクのもうファンチャンネルっていうのがあって それであの相乗効果があって、うんうん、結局そのワンオクが何かを発表するとそのファンのチャンネルがバーって拡散してくれるんで超いいですよね。あれすごいですよ、ね、だワンオクロックとかはそういう感じですよね、うん、だ現行でその活動してるバンドってそういうのあるんですけど、秀樹さんって今とかあんまないんかなっていう感じですね、僕は見た感じで。そうですよね、うん、あったらいいんですけどね、まあ、一番大きな違いってお亡くなりになられてるので、まあ、そこはそうですね、実際そのなんかイベントをご本人さんができないっていう状況ですもんね、はい、でも本当なんかその秀樹さんのすごいところっていうのは私もなんかこうもっともっといろんな方に知っていただきたいなっていうふうには思ってるんですけど、うん、やっぱりこう力不足な部分ってね結構あるんで、そうなんですよね、西条秀樹で入れると多分もう、ね、うちのねチャンネルが出てくるんですよで他はね全部の映像を出してるんですよね、その当時のテレビ映像とかそればっかりになるんで、うんうんうん、じゃなくてそのこういうことがあったんだって語るチャンネルとかやるともっと広まりやすいかなっていうのがあって、映像はもう本当に映像としてしか見ないんで、その当時のただのメディアとしてそのチャンネル関係なしに見てる人が多いんで、そのファン本当にガチのその時のファンが語る何かがあれば面白いなと僕は思ってて、やったら多分ねそのチャンネルやったらうちのチャンネルなんて全然超えれますよ、多分ガチでやればと思いますね。出てきてほしいけどな、そういうの。そうなると、うん、そういうのが増えてくるとちょっとテレビも動こかいなっていうのは、うんうんうん、ちょっとしたらあるかもしれないですけどね、うん、その結構 SNS めちゃくちゃ話題になったらテレビの人って結構取り上げるじゃないですか、うん、トレンドで ね、だから NHK さんぐらい、 NHK さんも結構 YouTube 見てらっしゃいますからね。あ、そうなんですね、うんうん、へえ。意外とだってあのね、YouTuber でゆゆうたさんっている、いるんですよ。ああ、いますね。ピアノ弾きで、下ネタばっかり歌う YouTuber。あのゆゆうたさんがですね、NHK に出るんですから。すげえ。ほう。すげえな。出てるんですから。それなんかディレクターの人が、そのゆゆうたさんのファンになって、はあ。ファンで、ぜひこのこういう企画で出てくれないかっていうのをゆゆうたさんが NHK。すげえっすね、うん、普段のやってるスタイルからしたらお NHK うんみたいな感じですけど、そういうことあるんすよね。だから YouTube で意外とやってれば何が起こるかわからん世界ですしね、うん、YouTube ってね、だからね、なんかそういうのなんかこう、まあ、ブログもいいですけど僕多分 YouTube が一番早いからと、速度的なもんで、うん、YouTube でちょっとトレンドに乗るともうすぐ伸びるんすよ、うん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 、まあ、秀樹さんネタやったら多分パッと伸びるんで、どっか本当に詳しいファンの人とかがちょっとなんかそういうエピソードトークとかを、ね、うん、上げてくれたら、うん、でもね、文字と音、ゆっくり実況ダメです、あれあんま伸びないんで、もう声は出した方がいいですね。あ、文字と顔は隠してもいいですけど、はい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 、声は出した方がいいです、やっぱりその、ね、感情伝わんないんですよ。だから伸びないんですよね、ゆっくり実況でロボットに読ますやつがあるんですけど、ありますね、ゆっくり実況であれはねちょっと伸びないです、やっぱり YouTube、 やっぱりこの人間の肉声で語った方が、うんうんうん、感情が伝わりやすいし、その人にもその内容が伝わりやすいとか、うんうん、熱量がねやっぱり伝わりやすいんですよ、うんうん、そういう本当にその当時からのガチのファンの方のチャンネルってあればね、もしあったらちょっと教えてほしいんですけどね、僕ちょっと 見ますんで、うんうん、教えてほしいけど、多分あんまないような気がしますね、そのビデオの映像ばかり上げてるのはあるんですけど、語ってる気が一人もいる、そうなんですよ、まあ、そこは見つけれてないということですよね、うん、で、まあ、うん、僕のそのこのチャンネルを参考にしてるチャンネルさんのところとかやったら若干やってたりはするんですけども、そのもうガチで知ってる人のやつあったら面白いんちゃうかなと思いますけどね、もう当時のね、当時の熱量を伝えるみたいな、うん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 、あればね、まあ、じゃあ人もね、それをちょっと増やしていけばいいんじゃない、ね、っていうのはあるんですけど、ね、なんだったらちょっと、まあでもなかなかちょっとハードル高いですけどね、こう喋らなあかんからな、喋らなあかんから、こんなんせなあかんから、そう、
ここちょっとだから普通の一般の方にはちょっとリスク高いっていうか、だから結局やっぱり文字に起こしてっていうところが一番無難にはなってくるんですけど、まあ、でもブログはやりやすいよな、その、うん、でもブログやとやっぱ最近ブログを見るっていう習慣がみんなあんまないんで、そうですね、特に若い子なんてそうなんで、ブログを見に行かないと、やっぱりもう動画の時代じゃないですか、うん、私あの最近仕事でやっぱりこうインスタ使うことが増えたんですけど、やっぱりねあのリーチ数上げようと思ったら動画入れんかったら全然上がらんですね、うん、見とったら戦略でもやっぱりそういうのは必ずいるから、動画はもうちょいちょい挟んで投稿しないとアカウント伸びないですっていうふうに言ってたんで、うん、ああ世の中動画の時代かもとか思ってそれ聞いた時にね、うん、なかなかねでもハードル高いですよね、こうやってね喋ってやるっていうのはなかなか、ね、難しいですよ、なかなか難しいです、はい、だからねもうどういうかその大勢のファンの中が誰か一人ちょっとでなんか やりだすと多分 ね誰か一人がそれでうまくいくとそれに習いで増えていくんですよ。そうです、俺も私もやってみよう、あそんなにいくんや、ね、じゃあ僕もやってみよう、私もやってみようっていうのが増えていったりするんでね、結局それって拡散していることになるんでいいことなんですよ、その。そうなんですよね、本当にね、だからまあ我々と一緒にではないですけれども、なんかこう声を上げると本当の意味での声を上げるっていうことですよね、うん、あの何ですかね、文字とかそういったものじゃなくて自分の声を使って、うんね、それが一番伸びやすいし、ね、伝わりやすいんで、だからブログじゃなくてそういう YouTube チャンネルがあったら面白いなと思います、うんうん、まあ、編集なんかせんでいいと思うんですよ、まあ、こんな感じで、うん、もうスマホを置いて、うん、もう喋ってそのままアップでもいいと思いますし、うん、でこう当時こんなことがあったんだよみたいな感じでこうバーってね、うん、言ってくれる人がいたら結構伸びると思うんですよね、うん、ただ僕らはその当時を見てないんでなかなかその当時の熱量ができないですし、なんかこんなんありました、あんなんありましたぐらいの表現しかできないところがやっぱりどうしてもあるの で、結局教科書読んでるような感じになるから、だからねやらないんですけど、逆にそれってなんかあんまり面白く、逆効果なりや面白くなくなって、まあ、そうですね、だから単にその今映像を見た反応しかできないんですけど、その当時から見てるファンの方っていろんなエピソードも多分いろんな、ね、ずっとそのテレビを追っかけてるん で、そのエピソードがいろいろもう積み重ねて入ってるのって強いやんか、うん、その当時の積み重ねってめっちゃ強くて、うん、今から勉強しようもでもなかなか頭入らんので、ね、そうなんですよ、うん、でもその当時からずっと見てる人でずっとその積み重ね積み重ねでずっと記憶にこう沈殿していくんで、うん、それが出せるんでいいなと思うんですけどね、いやそれやってなんかそういうチャンネルが増えたら多分ひょっとしたらそういう、まあ、地上波もありやし、まあ、逆にその地上波とかなくても拡散はできるんですよね、うん、こういう人がいたよっていうことは、うんうん、まあ、拡散ってすごい大事ですもんね、大事ですね、知ってもらわない限りには見るなに役なにはできないので、そう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 、まずは知ってもらうっていうところから、うん、難しいんですよ、だから興味あることをやらないといけないんですよ、そう、だからツイッターとかでもそのいろいろつぶやくんですけども、うん、その西城秀樹さんすごいよねってずっとつぶやいてもその、うん、ファンは見るんですけど、うん、その新規開拓できないですよね、あ、はいはいはい、その西城秀樹を知らない人にリーチするには、うんうん、その例えば今の若い人でも興味あるようなことをやらないといけないっていう、うんうんうん、だからどこが興味あんねんって例えば有名な洋楽をカバーしてるこんなんがあるんだよとか、はいはいはい、エピソードとか面白いエピソードとか、なんかそういうのね難しいんですよね、だからね、まあ、自分で言ってる難しいなと思うわそのね、そのだから興味ない人に興味を持たせるっていうのってむちゃくちゃ難しくて、ちょっとね、難しいですよね、だってもう普通に物を売るでも大変やのに、ね、うん、僕らのもの YouTube でも結構大変なんですよ、そこの考えもの、ほんま俺10円ハゲできるんちゃうというぐらい考えるんで、もうなんかね、いろいろ考えてやってはりますけども、うん、やってもめっちゃ他人事やね、今言ってことが、まあ、ね、投げられてますけどね、はい、いやでも本当にね、人になんかこう自分の思うことを伝えるって、正確に伝えるって難しいじゃないですか、だって、まあ、自分から発せられた言葉が、まあ、その人の頭の中がそのまま入ってくれたらいいんですけど、色眼鏡とかなんか色のフィルターかかって入るっていうことが、うん、まあ、普通なんで、うん、そこら辺でなかなかちょっとこう我々でも難しいなって思うところ結構あるので、この動画作ってる中でもね、まあそのエピソード系とかをその知ってる人がずっと語っていって、うん、そのエピソードを面白く表現できるかっていうところもちょっとあるしな、うん、難しいですよ、ただ喋るだけだったら再生回数稼げないんですよね、
これね、再生回数稼ぐのが悪いっていう風に考える人もいるんですけど、僕は絶対いいことなんで、そんだけ拡散してることになるんで、絶対いいことやと思うんですよ。なんかね、そういうその西城秀樹ファンチャンネルみたいなのがあるね、本当のそのガチなやつができて面白いですけども、なんかそういうのを作る人がいたら僕はアドバイスしますよ、頭沸かしますよ、そういうね、拡散の知恵はちょっとあるんでね、その喋り方とかタイトルの付け方とか、こういうネタは受けるよねとか、例えば恋愛ネタとか受けるんですよ。前から言ってますよね、恋愛とかその人間模様のネタって結構 ね、あの色恋沙汰とか、ね、色恋沙汰とか人生とか苦労しました、借金しましたとか大変やったとか、そういうネタってみんな見るんですよ、でそういうエピソードから入ってこう注目集めるとか、そういうエピソードをちょっと最初語っといて、まあそうですよね、注目集めるっていうのもありですし、まあもしそういうのを立ち上げる方がいてたら協力しますと、はい、そのなんかこうやったらうまくいくんじゃないっていうのは僕はいろいろまあまあこの1年半で YouTube やってきて蓄積はしてるんで、ただ僕らがそれを先頭切ったらちょっと当時の人間じゃないんでできないなっていうのは、そうですね、難しいで、目的がちょっとそうなったら変わってくるっていうのがあって、僕ら一応自分のバンド活動待ってっていうことでやってるんで、その上でそのいろんなアーティストの人を語っていくっていうのはもうこれ基本なんで、でガチのファンチャンネル、まあそこはさすがに作れないなっていうのは、我々ごときで無理じゃないですか、そんなね追っかけてるわけでもないのに、もう言うたらもう超新参者、知らないことの方が絶対多いから、むしろ教えてくださいっていうぐらいな感じなんでね、みんなコメントでバーって言ってる、ね、そうなんですよ、その僕らのこの動画のコメントからパクっていったんですよ、そういやそれ思い出すじゃないですか、ね、それ言うとあこれ喋ったらいいよねって、究極そしてもう西城秀樹ガチのファンサイト、ファンチャンネルかチャンネルですね作って、で、はい、僕らのコメントを引っこ抜いて、あの全然大丈夫です、あの、まあ、書いたご本人さんの許可もいるとは思いますけれども、なんか使っていいですかっていう内容はね、我々は全然もうなんかもう見ていただいて、参考にしていただいて全然もう構いませんのでっていう感じなんで、それが一番、まあ、現実的かなって拡散する、そうですよね、確かにね、まあそれでちょっと話題になってる間にちょっと NHK がやってみようかみたいなのに言ってくれたらね、ありがたいですけど、ね、それはもうどうもありがとうございますって話ですけどね、本当にまあこれ諦めずに何年もかけてやっていけばいいと思います、いやでも本当にね、年単位で頑張って、まあ私らもそのね手助けになればと思って、あのこの動画作っていこうかなと思ってますので、そういう意見が多いんですよ、そのなんか、手助けしてくださいみたいな、ちょっとその協力してください的なメッセージも結構いただくんで、本当に本当にごくごくちょびっとした一助にしかならないっていう感じですよ、でも本当にやってることって、ただもう我々もやっぱりその西城秀樹さんをあの地上波で見たいっていう思いはありますので、やっぱりその凄さっていうのは動画を通して、まあ、ずっと引き続き言っていこうかなっていうふうには思ってますんで、だからまあ整理するとですね、はい、まあまあ NHK はもうどうしようもないですけど、もう NHK の気分で変わってくるんで、まあまあね、まあアメトークにリクエストするか、まあもう現実的なのはそういうファンチャンネルっていうのを、そのほんまガチのファンの方が、もう当時からのガチのファンのチャンネルを作って、いろんなエピソード解説するチャンネル、そういうのが何個ができたら面白いよねと、そうですね、拡散力上がるんじゃないっていう感じでございました、はいはい、ということで今日はこれぐらいして終わりたいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします、はい、ではではマリチメディア、ありがとうございます。Moving